はい、どうもミスター X です。重曹ですね。重曹、阪急重曹駅で降りまして、こっちね、イタリア炒めし屋ですね。有名な炒めし屋、結構流行ってるみたいですけどね。はい、なぜ今日重曹に来たかと言いますと、明日からですね、まあ、今日が2020年の、1月8日でございます。まあ、明日からですね、明日宵宮で、明後日本宮ので、おー、なんかいっぱいいるな、ここ今中さんね、酒屋さんですけどね、中で結構飲んでる人がいっぱいいました。はい、まあ、何かと言いますと、エベスさんですかね、私大阪の人間ではないんですけども、もう大阪に18年ほど住んでおりまして、明日ですね、明日から3日間、9、10、11、3日間ですね、まあ、本当に商売人の方を中心に、エベスさんと東海エビスというのをね、やるということなんですけども、これも準備ですよね。これも準備の一つで、すごいですね。すごい。これもきっと準備だと思います。ちょっと行ってみましょうか。商店街を抜けて、いやー、明日ね、淀川のおっさんと、もしかするとね、ミスター O さんも来るかもしれませんが、おー、すごいね。私ね、1回も行ったことなくて、東海ビスっていうのはね、全く行ったことがなくてですね、まあ、こういった感じで、まあ、準備されているというところですね。うわ、すごいな。うん、向こうの入り口からもちょっと見てみましょうかね。準備、重曹恵比寿大祭ということで、これ準備、明日の準備されているような感じですね。で、まあ、なんでこんなことしてんのかということですけども、まあね、福を呼び込むということだそうです。で、そしてここに来て何をするのかというと、まあ、笹ですね、笹を無料でもらって、でそこに、いろいろ小判とか、熊手、お金をかき集める熊手とか、あとは何だったかな、まあ、いろいろそういうアイテムがあるんですよ。他ね、福を呼び込むアイテムがたくさんあって、でそれを無料でもらった笹につけていくんですね。でそれを買って、アイテムを買って笹につけて福を呼び込みましょうっていうようなお話なんです。で、そうだな、まあその模様もね、ぜひ動画で撮って、YouTube で配信していきたいと思うんですけれども、まあ、やっぱりね、サラリーマンをしながらこうやってビジネスをさせていただいている、でその日本にまず感謝をするっていうことですね。日本はもう本当に平和ですから、まず日本に感謝をして、でそれをね、束ねてくれている安倍さんにも本当に感謝をして、もうしっかりとね、日本の、国を安全にしてくれているのは今の政府ですから、まあ、感謝ですよね。感謝です。で、そしてそんな中でもやっぱり自分の足でしっかり立って、自分の力で稼ぐっていうことを、稼ぐ力をつけるっていうこと、人のせいとかにせずにね、自分の力でやっていくっていうのがやっぱりかっこいいじゃないですか。うん、人のせいにしたって何にも始まらない。政府のせいにしたって何にも始まらない。だったら自分が変わるんだっていう思いですよね。それを、まあ、いつもありがとうございますということで、明日も、神社にね、お参りしたいと、ここ神社なんですよ、神社なんです、お参りしたいなと考えております。まあ、非常にね、明日は賑やかになっているかと思いますので、ぜひその明日か明後日、どっちになるか分からないですけど、まあ、明日か明後日には行きたいなと考えておりますので、ぜひ、またね、その、重曹恵比寿ですか、これなんかね、読み方があるはずなんですよ。こっちの方が分かりやすいかな。ちょっと裏側になってるけど、富恵比寿、
富恵比寿っていうみたいですね。富恵比寿祭りということで、明日ね、明日もしくは明後日に行きたいと思います。ぜひ楽しみにしてください。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございます。